菅義偉内閣は内閣官房長官、拉致問題担当大臣、衆議院議員及び自由民主党総裁の菅義偉が第99代内閣総理大臣に任命され、2020年9月16日に成立した日本の内閣である。自由民主党と公明党を与党とする連立内閣である。第98代内閣総理大臣兼自由。 民主党総裁の安倍晋三の辞意表明に伴って実施された2020年自由民主党総裁選挙において内閣官房長官の菅義偉が第26代自由民主党総裁に選出されたことを受け第4次安倍第二次改造内閣の内閣総辞職に伴ってその後継政権として成立した2020年9月16日任命 2020年9月16日任命。2020年9月16日任命。2020年9月18日任命。2020年9月18日任命。韓はこの内閣を国民のために働く内閣と名付けた。携帯電話料金の引き下げなどを政策に示し、第203回国会冒頭の所信表明演説では自身が目指す社会像として、 自助、共助、公助、そして、絆を掲げ、自分でできることは、まず、自分でやってみる。そして、家族、地域で互いに助け合う。その上で、政府が、セーフティーネットでお守りする。そうした国民から信頼される政府を目指すと述べた。また、経済政策では、アベノミクスの継承など、基本的には、安倍前政権の方針を引き継いでいくことを示した。 これに対し、野党側からは、安倍のいない安倍政治と、菅政権を批判する声も出た。大阪府選出の議員は7人が副大臣や政務官に起用された。菅は、大阪を地盤に持つ日本維新の会代表の松井、一郎と密月の関係であり、そのため自民党大阪府連との関係が、ぎくしゃくしていることから、党内融和を図った人事ではないかとの観測を呼んだ。 2021年1月7日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、東京都知事の小池百合子、埼玉県知事の大野元友、千葉県知事の森田健作、神奈川県知事の黒岩裕二の要請に応じ、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1と3県を対象に翌1月8日から2月7日までの期間で、緊急事態宣言を再発令することを発表した。 ただ、度重なる対応の遅れや国民との考え方のズレが原因となり、常に多くの国民から批判を浴びている。緊急事態宣言下の2021年1月の東京で4人の与党議員が深夜まで銀座のクラブにいたことが判明し、公明党の遠山清彦は、議員辞職、自民党の国対委員長代理の松本淳。 文部科学研内閣府副,副大臣の田野ライ同国会対策副委員長の大塚隆さん議員は離党した。さらに2月には自民党議員の白塚隆も緊急事態宣言下の夜に麻布の高級ラウンジに同伴出勤していたことが明らかになり離党した。2021年5月9日新型コロナウイルスの感染拡大が続き 国内で1万人以上もの死者が出ている状況に対して内閣官房参与の高橋洋一が日本はこの程度のさざ波。これで五輪中止とか言うと笑い笑いとツイッターで発言した。この発言に対しては非難が相次ぎに高橋洋一内閣官房参与の更迭を求めますというハッシュタグが日本のトレンド入りした。 菅は2020年9月16日に行われた総理大臣官邸記者会見において7年8ヶ月官房長官を務める中でなかなか進まない政策課題は大体役所の縦割りや前例主義が壁になってできなかったとしており縦割り行政と既得権益、悪しき前例を打破して規制改革を進めていく考えを示した翌17日には 行政改革担当大臣の河野太郎が自らのウェブサイトに行政改革目安箱の欄を設け縦割り行政によって生じた弊害などを誰でも投稿できるページを開設した目安箱には開設から9時間で約3000件の投稿があったとされ当初の見込みをはるかに超える意見が寄せられたことから18日未明に新たな投稿の受付を停止したこれを受けて 河野は今後は内閣府のウェブページに解説されている規制改革ホットラインで情報提供を受け付けるとしている。組閣前の2020年9月13日第2次安倍内閣で設立された内閣人事局の存在が官僚の忖度を生んでいるのではないかという指摘に対し菅義偉は内閣人事局の制度を改めるつもりはなく私ども選挙で選ばれている。 何をやるという方向を決定したのに、反対するのであれば移動してもらうと発言した。これに対し、野党社会民主党の参議院議員の福島瑞穂は、恐怖政治の第一歩ですよ。独裁政治をやると宣言したのですからと批判。ジャーナリストの清水清は、これが独裁ですと批判。元総務官僚で、立教大学特任教授の平島昭秀は、 法治国家ではなく、人知だ、内閣法の趣旨を理解せず、政治主導を吐き違えていると批判するなどの批判があった。菅政権の下で政治と金に絡む議員辞職は4人目となり、いずれも説明責任を果たさないまま国会を去った。河合克行、河合安里夫妻は2019年参議院選挙をめぐる巨額買収事件への関与を問われた。 2021年2月には河合安里が当選無効となり、4月には河合克行が議員辞職した。さらに吉川貴森は農林水産大臣に在任中に、経卵会社の元社長から賄賂を受け取った疑いで起訴され、2020年12月に議員辞職した。また菅原和姫では、地元で香電や現金を渡したとされる問題を受けて、 2021年6月に議員辞職した。菅は行政のデラックスを推進するための新しい行政機関としてデジタル庁を設立する構想を掲げた。菅は首相就任前の自民党総裁選でデジタル庁設置を自身の目玉政策として掲げていた。2020年9月16日の首相就任後の記者会見では 複数の省庁に分かれる関連政策を取りまとめて、強力に進める体制として、デジタル庁を新設すると明言した。そのため行政のデラックスを推進する担当大臣として、デジタル改革担当大臣のポストを新設し、IT 政策に精通した衆議院議員の平井拓也を当てた。デジタル改革関係閣僚会議も新設し、 ムはこの場でデジタル調査説に向けた基本方針をまとめるよう指示した。2021年1月招集の通常国会で関連法案を提出する意向だ。合わせて2001年に施行された IT 基本法の抜本的改正も目指すとしている。実務を主導する平井は2020年9月30日にデジタル調査地に向けたデジタル改革関連法案準備室を 内閣官房内に置き、自ら室長に就任した。約50人のスタッフは、経済産業省や総務省などから集めた。デジタル庁の姿は2020年10月中旬時点では、まだ明確ではないが、平井大臣はデジタル庁長官には民間人を当てる方針を示している。今後はデジタル庁がシステムの構築や標準化に向けて、デジタル、 IT 予算と人事権をどの程度掌握できるかなどが焦点になる。実はデジタル庁構想より前から行政のデラックスに関する動きはあった。その動向からデジタル庁のあり方をある程度類推できる。2019年5月には国の行政手続きを原則電子化すると定めたデジタルファースト法が成立している。同法に基づき同年12月に デジタルガバメント実行計画を閣議決定し、2024年度中に国の行政手続きの9割を電子化するための工程表を示した。政府全体の IT 調達予算は年間7000億円程度あるとされる。各省庁が縦割りで予算を編成して調達するため、コストが高止まりになりがちで、構築されるシステムも省庁ごとに部分最適になりがちだ。このため、 新型コロナウイルス感染症対策を打つ過程で各省庁や地方自治体との間でシステム連携がスムーズにできず給付金の支給に遅れが生じるなどの問題が顕在化したデジタルファースト法の不足では IT 調達予算を内閣官房に一元化することを検討事項としているさらにデジタルガバメント実行計画では内閣情報通信政策官が 全省庁のプロジェクトを一元的に管理すると規定している。予算権限をデジタル庁が握ればシステムの標準化などを通じて全体最適やコスト削減を実現できる可能性が広がる。必要な人材を各省庁や民間から登用できる人事権を持つことでデラックスプロジェクトを強力に推進するための体制も構築しやすい。しかし、 予算や人事の権限移管には各省庁からの激しい抵抗が予想される。政治主導をどこまで貫けるかでデジタル庁の姿は大きく変わりそうだとの見方がある。関政権が2021年9月の発足を目指すデジタル庁の業務概要が明らかになった。情報システム関係の予算を一括計上し、システムの統合を進め、 運用経費などを例は7年までに3割削減するとしている。作業部会がまとめたデジタル庁の業務概要によると、デジタル社会の形成に関する司令塔として、韓国圏など強力な総合調整機能を持つ、組織とし国や地方自治体などの情報システムを統括すると、している。そして、国の情報システムに関係する予算をデジタル庁に一括計上し、 各府不詳に配分する仕組みを段階的に整えると、共にシステムの統合を図ることで、運用経費などを令和7年までに3割、削減するとしている。また、マイナンバー制度全般について、企画、立案を一元的に担う体制を構築するほか、サイバーセキュリティの専門チームを設置し、国の行政機関などに対するセキュリティ監査を行う、ことなども盛り込んだ。政府は、 こうした内容を年内に策定するデジタル庁の新設に向けた基本方針に盛り込む方針を示した。2020年9月、日本学術会議が推薦した新会員候補者105人のうち6人が任命から除外された。官が任命を拒否した形になり、推薦した候補者が任命されなかったケースは過去にない異例のことである。 菅総理に日本学術会議会員の任命拒否をされた6人は安全保障関連法や特定秘密保護法などで政府の方針に異論を示してきた人物であり政府の意に沿わない人物は排除しようとする意図ではないかと指摘されているこの問題について菅内閣は非承認理由を明らかにしておらず日本学術会議は10月2日菅内閣に対し 承認拒否の理由の開示と承認拒否撤回の要望を提出した。この問題に対し、政権に批判的なメディアから過去の国会答弁と矛盾する意見、違法などの指摘が出た。ジャーナリストの木村正人は赤狩りと批判している。2020年11月2日、国会衆議院予算委員会において、官は日本学術会議の会員選考について閉鎖的で、 既得権益のようになっていると批判し、改革の必要性を強調した。菅は、10月1日付で全共同通信社論説、福井委員長の柿崎明にを、自身の側近の一人として、内閣総理大臣補佐官に任命した。柿崎は報道番組等で、第2次、安倍内閣以降の政策や姿勢を通列に、批判しており、安倍内閣で、 約8年内閣官房長官を務めていた官に、とっては宿敵ともいえ、また政治経験のないマスコミ関係者が首相補佐官になったというのは、史上初めてのことであった。ジャーナリストの菅慎一郎は、批判的な官邸スタッフからは、この8年間、半安ベで安倍前総理に批判的な言説、物書きで食ってきた人間が、なぜ今更首相補佐官になるんだという。 コメントがあり、左派の人たちからすると、この、裏切り者めというように、両方から、ネガティブな反応が返ってきました。とコメントした上で、関さんはつくづく怖い人だなと語っている。2021年2月3日、菅義偉の長男である、関西号が勤務する東北新社の関連会社が、放送法の許認化事業を行っているにもかかわらず、 その所管省である総務省の幹部である谷脇康彦総務審議官ら13人を2020年10月から12月にかけて39回以上も菅長尾らが高級料亭で違法接待していた問題が発覚した接待を受けた13人の中には総務省出身の山田脇子内閣広報官も含まれていたありがとうございます